この聞き書き第一の47番目は道ということについて書いてある。道を求めるということは自分の心の場合や日頃の生活を常に反省し続けることだというのがその前に書いてあるわけです。その後にしかれども不変は別筋ないと、だけども武道は別だと。大高慢にて我は日本無双の勇士と思わねば武勇を表すことはなりがたしと。武道においてだけはですね、大高慢でなくてはいけないというわけです。まあこれは何も武道でなくても現代はいいかもしれません。現代は言葉の戦いなりいろんなまあ戦いがありますから、いろんなのをまあそういう戦いの場に行った時に演説した移動する時にですね、我こそは第一の弁士であるぐらいの覚悟を持っと、そういった大高慢であってもいいと思うんですね。自分より先には誰もやらないと、それから自分が真っ先に藩のことをですね担うんだというような、まあこういったことをですね述べるといつもまあ涙が出てくると。今は何事もいらず死人同然と思いて万事捨て果て壮大と、もう隠居してるわけですから。だけどもこの一言は若年の自分より若い時から骨髄に通り思い込み騒動を言えないと。若い時からこのことだけはですね自分は人に負けずに絶対やるんだと、もう骨髄にこの染み通ってるんだと。だから今でもお家一大事の時はというのがですね、これを語るともう胸が詰まって涙が出てくるということを山本城長が言っている。そして29番目、お家などの崩れるという、まあ大変なやっぱ知恵ですね。それは79番目で、80番目、これはですねこういったことを経験した匠正香はですね、年を取ってきたらですね隠居した後にものすごくわがままなことをしだしたというわけです。無理難題を家臣に言った。そしたらある家臣がですねそれをいさめた。そしたらこれは実は自分の後を継ぐ長門守のためにやってるんだというわけですよ。自分を慕っている家臣たちがだんだん年を取って自分がですね無理難題を言うようになれば、ああ殿様ももう戻ってきてきたと、そう思ってくれた方が次の自分が死んだ後に新しい殿様にみんなが懐くんだと。だからそのために自分はやってるんだというわけですね。そうやってみんなが次の殿様に懐けば自分はあの世で安楽して寝ることができるということまで言ってるわけです。これのもう彼は門ばかりです。また81番目、これはですね鍋島門戸という人がですね久野一右衛門という人に対してですね日頃から辛く当たっていた。だけど、まあ、久野一右衛門がですね、まあ、ある働きをしたので、まあまあ、俸給米を、まあ、あげようということについて鍋島門戸も了承したと。それで久野一右衛門はですね、あ鍋島様が自分に対してその辛く当たられることはもうこれで終わるのかと思ってお礼を言いに行ったと。そしたら、いや日頃お前はよく働いてるから、それはご家族には自分は同意したけども、だからといってお前をですね認めたわけではないと言ってまたそこできつく言ったというわけです。それでは、まあ、まだ辛かったられるということで、まあ、しずしず帰っていったわけですけども、この鍋島門戸が亡くなる時にですねこの久野一右衛門を読んでですねこう言ったというのがこの81番目です。お前は大変仕事ができる人間であると。だけど大変仕事ができるがゆえにおごりの心が生じる恐れがある。だから自分はお前を本当に伸ばせるために意図的に辛く当たっていたんだと。だけど今自分が死んでしまえばですねお前をもう抑える者はいなくなるであろうと。そうすればお前にはおごりの心が生じるかもしれないから十分それに気をつけて殿様のために役に立ってくれと言って最後の遺言したというんですよ。それを聞いてこの久野一右衛門はまあ涙を流したという言葉が出てきます。こういうの昔の人というのはすごいこのおもんばかりがあるという